皆さんこんにちは、松かなチャンネルの松本かな子です。今日も一日一曲見に来てくださりありがとうございます。今日は6月生まれの6月何日だ、そう、斉藤和義さんと同じ誕生日の日、6月22日生まれの加藤ミリアさんの曲にチャレンジしたいと思います。はい、加藤ミリアさんの2009年の7月8日にリリースされました、ミリアさん4枚目のオリジナルバムリングの3曲目に入っている会いたいという曲にチャレンジ、2曲目に入っている会いたいという曲にチャレンジしてみたいと思います。はい、こちら映画悪人の劇中歌として歌われていますね。作詞作曲ミリアさん、すごいなんか切ないね、素敵な曲が多いんですよね。私だけを見てほしいよ、こんなにこんなに胸は痛むのに、思いは今もあなたに溢れてく。会いたい会いたい会いたい、会えない私だけを見てほしいよ、こんなにこんなに胸は痛むのに、思いは今もあなたに溢れてく。違うね、あれかね、こっちだね。ありがとうございました。松かなチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いします。いやー、会いたくても会えないこの切なさがね、伝わりますね。ちょっと松かなチャンネルストックが本当になくなってしまい、かなり雑でクレームが来そうですけれども、とにかく1日1曲つなぎたいということで頑張っております。ね、12月3日1000日1000曲登録者数1000というね、目標に向かって頑張りますので応援よろしくお願いします。明日も元気に松かなチャンネルでお待ちしています。それではまた明日、またね。